はい、皆さんこんにちは。今日はですね、サイトとか YouTube とかいろんなところにね、画像を使う画面が多いと思うんですね。で、そんな時に、私はどんなことをしてるかっていうと、まあ、ほとんどが、無料のものを使うということは2割ぐらいしかありません。あと8割は有料のものをしっかりね、商用利用が可能なやつを使っています。まあ、キャプチャーをしてね、スクリーンショットで撮るっていうことが多ければね、多分必要ないと思いますし、自らどこかに行って撮影をするっていう風な形で使い方をしている方は、まあもちろん自分のものですから、そこの部分に関して著作権が、問題がね、発生するっていうことはまずありえませんね。で、音楽もですね、ガレージバンドみたいな音楽を作るソフトもありますので、それで自分で作っていくっていうこともできます。で、その音源はもちろん自分のものですから無料ですよね。で、最近ちょっと話題になってる地方自治体でフリーの画像だって書いてあったんだけど、実はよくよく見ていくとそれは著作権フリーではないということがあって、各自治体でですね、結構な数で訴えられてますね。その画像を使って行政のね、パンフレットを作っちゃったみたいな感じですかね。まあ、一般に使う部分には黙認されている部分は多少あるかもしれないですけど、やっぱりそれは人が作ったものですし、人が撮影したものですから、そういったものにはね、あまりこう手を出さないのがいいかなと思います。で、さっき言った画像に関して8割のうち2割が、私の使っているのはこのピクサベイっていうやつです。無料のやつですね。で、画像の大きさもですね、非常に大きいですし、綺麗です。で、一応例えばこれをダウンロードするっていう時に、ここにね、クリエイティブコモンズの表記があります。なので、ここを見てね、使えるかどうかっていうのを確認してほしいんですね。はい。で、これはね、みんな各人が撮ったやつをここにアップして、どうぞお使いくださいっていうシステムなんですね。で、私も、使わせてもらう代わりと言っちゃなんですけど、私もね、マイフォトっていうことで気になるような写真とかそういったものをここにアップロードして、もちろん著作権フリーでね、使っていただくようにしています。で、ここにもね、花火のやつが838回見られて414回ダウンロードされている。こういうふうに、まあ、持ちつ持たれつの関係を私は作っていって、ちょっと気になるような写真とかね、があれば、ここにアップして、その代わり僕も皆さんのやつを使わせてもらう。まあ、持ちつ持たれつの、このピクサベイっていうのは、私の無料の部分の、無料で使ってる部分の一つですね。あとは、こちらですね、Adobe Stock。これ結構お高いんですけど、非常にね、まあクリエイターさんが撮ってるやつなので、非常にこういい感じのやつがね、出てあります。で、私はこう年間プラン3480円のやつ10個しか使えませんけど、10個使えなくても
今月例えば2個しか使わなかったら翌月は18個使えるっていう風になっていますので、これ非常に大きな画像なのでポスターとかね、こういった A2A1 ぐらいまでのポスターで全然耐えられるぐらいのものがセットされているので、そちらの方を使っています。特にウェブサイトを作る、お客さんのウェブサイトを作ったりするときはこの中からねいただくような形になっています。で、点数によって、この部分のね費用をいただいたり、一番初めのセット料金の中にいただいたりっていう風に、しています。はい、でサイトの方行くと、YouTube、まあ今撮ってるね、YouTube の方にもバックグラウンドミュージックが入っているとは思いますけど、こちらの方の音楽はエビデンスサウンドかな、はい、ここに契約を1本しています。画像と同じようにですね、音楽の著作権って非常に大きく関連していますので、僕はこのここに見ていただけると分かると思うんですけど、 YouTube で使えるもの500万再生までかな、500万再生まではこれ使ってくださいっていうプラン、年間プランで144ドルぐらいですかね、1万6000ぐらいですか、それをに入っています。で、それに入るとここに出ているものは全て YouTube で使えます。ただし、問題が YouTube しか使えないってことです。例えば僕最近やってるような最近やってるポッドキャストなんかには使えないんですね。なので、YouTube 限定という形の音源になるので、ここはね期限が来たらちょっとやめようかなと思っています。で最近ですね、使っているのがこのアートリストという BGM をね専門に扱ったところです。こちらの特徴は YouTube であろうが Podcast であろうが Web に使うもの、様々な音源が OK です。ただ、こちらの方年間2万円で1日40ダウンロードしかできないっていう制限があります。で、そちらの方は契約後もその音源は使っていいという形になっているので、このアートリストはですね、最近ちょこちょここう聞こえるようになりましたので、ぜひともね、一度ご覧いただければなとは思います。僕はもうこれアートリストの方にずっと今後、こちらの方でね、探していこうとは思います。ちなみにですね、ビデオテーマとかっていうのがありまして、こちらがね、ビジネス、テクノロジー、Vlog とかっていう、こう、ジャンルもね、一応、ジャンル分けにもなってますし、こういったマークのついてるところは、ボーカルの人が、ね、歌っているものになります。で、あとは、ダウンロードがちょっと変わってまして、一度、こう、カートに入れて、そのカートを、ペイアウトするような形にするとメールにアドレスが来ると、それは MP3 と WAV の両方どちらでもダウンロードができるような形なので、用途に合わせてね、あまり容量を圧迫するようであれば MP3 がいいのかなとは思います。まあ音源、ビデオ動画をね、うまく見せるようなものとしてはね、この BGM っていうのは非常に大切で、僕もね、今、勉強しています。いろんな形で、使えるところがこのアートリストの良いところですね。ポッドキャストにも使えますしね。例えば、何かね、音声セミナーみたいな形でも、こう、バックグラウンドで流せたりとかってするので、こちらはね、おすすめなので、このね、
アートリストの方に私のリンクからこう入っていただくと2ヶ月間確かつくはずなんで、もしよろしければね、金額は変わらないです。2万円だったら2万円、2万円ですかね。はい、ではですね、今日は著作権という問題で私が使っているこう BGM をどこで買っているのか、あとは画像はどこから仕入れているのかということをね、お伝えしました。またね、詳しくどこかの時点でやりたいなとは思います。今度は画像だけとか音声だけとかっていう形でね、最近の YouTube の方はちょっと凝った音楽にしている部分もあるので、もしよろしければ YouTube のチャンネル登録お願いいたします。はい、それでは今日はここまでになります。ありがとうございました。